一生懸命頑張っていれば、きっと光が見えて。だから負けないで、負けないでください。若葉、行くよ、コウ君。みんな。おう。破られるのは時間の問題ね。まったく、一体何が起きて、訳がわからないわ。
それこそドッキリとかだったりしてね。実は映画の撮影とかだったら嬉しいサプライズだったんだけど。まあいいわ、銀幕デビューのオファーとでも思ってとっとと切り抜けるわよ。そうね、若葉とアキラもきっと無事でいてくれてる。先輩としてこんなところで諦めるわけにはいかない。リオンだってそう思ってるはずよ。そういえばここってあの子の秘密の練習場だったそうね。だったら私たちもとことん意地を張るとしましょう。バリケードが！こうなったら崩れる瞬間のどさくさに逃げるわよ。全てが終わった後、またスピカで最
最高のステージを届けるために。もちのろん、精一杯頑張ります。ファンの皆さんのためにも。どんな時でも私たちは完璧をもって良しとする。スピカの心意気、今こそ証明してみせましょう。時坂さん、皆さんもどうかなすべきことをなしてください。リオンのことどうかお願いします。ああ、任せておいてくれ。
改めて感謝。くれぐれも気をつけて。くじけず、諦めず、最後までやりきってみせなさい。皆さんの無事をお祈りしています。必ず戻ってきてください。